幻想グルメ健康で文化的な最低限度の異世界生活は天苗公、すぐるの小説。小説家になろうで2016年から連載され、2018年12月、中断。異世界に転生した主人公と彼に使えるメイドが仕事の片ら美味しいものを食べ歩く内容となっている。小説の書籍化はされていないが、 2016年11月から2020年5月までは、お辻作画によるコミカライズ版が、幻想グルメとして、ガンガンオンラインにて連載された。営業移動中に、自己死した、カツラギ俊一郎は、魔力をもとに発電し、その電力を使う技術が普及した、異世界に転移し、第二の人生を歩むことになった。没落した、大貴族の若き当主。 バーとサキュバールに見出された俊一郎は、現代ビジネスの技術でアドバイスを行ったところ、サキュバール家は復興を遂げ、俊一郎は貴族並みの宝灸をもらう生活を送るようになる。そんな俊一郎が身の回りの世話をしてもらうために雇ったのが、シルフィン。俊一郎は、メイドのシルフィンと共に異世界の珍しい食べ物を堪能する日々を送るのだった。魔法を電力として利用。 街頭、鉄道、通信機などが急速に発達している。春一郎らが居住している王国。魔法の研究が盛んで、魔法王国と呼ばれる。かつて隣国アキタリア公国と7年間にわたって戦争し、オスーディア大戦と呼ばれた。現在は講和中、オスーディアの隣国、精霊大国と呼ばれる。果実種や虫蜜、ホタルキの光玉など、 貴重な食べ物を産出する。ありがとうございます。